今月25日札幌北区のコンビニで店員3人が相次いで刺された事件大橋圭介さんが死亡し男女2人がけがをしていて札幌北区の無職宮西弘隆容疑者が逮捕されています捜査関係者によりますと宮西容疑者は逮捕後に俺のことを撃てばよかったのになどと話していたことが分かりました宮西容疑者は事件直前この店に買い物へ訪れていて 刃物を取りに一度帰宅ししたなどと話しています現場からは合わせて3本の刃物が押収されていて警察は宮西容疑者が一度目の来店の際に一方的な殺意を抱き3人を襲った可能性もあるとみて調べています。